ファンの子も来てくれました、ポップアップに。みーちゃんの、それこそみーちゃんの私会に行ってみーちゃんに会ったよってその子が言ってました。みーちゃん会いたいな。みんながみーちゃんだみーちゃんだみーちゃんいるみーちゃんみーちゃんみーちゃん、歯は矯正しました。今年の冬はツイードとモノトーンにハマりそうです。まこちゃんどんな格好したいですか。今年の冬は私もでもモノトーン、黒ブラックのコートにしたのでモノトーン気になってます。モノトーンにグリーンとかボルドーとかあとマスタードとか淡い色でもいいんですけど差し色入れたいなって思ってます。あ、コスデコ可愛いですよね。握手会はもうしません、すみません。ミニボスの紹介のライブやります、やります、やります。ありがとうございます。おお、風がすごいな。社内恋愛どう思いますか。考えたことないですね。私はその状況になったことがないからな。社内恋愛ってでもなんかめんどくさそうですよね。どうなの、わかんない、どうなんだろう。なんかいろいろややこしそう。眉毛今日綺麗に描けました。まあ、ほぼ自分の眉毛です。前髪がこうもできます。iPhone 高くないですか。なんかびっくりしたんですけど iPhone ってそんな値段だったっけと思って、 iPhone 欲しいんですけど高いなぁと思って買ってないです。この iPhone は11です、11。あ、今日みゆきさん誕生日、みゆきさんおめでとうございます。そうだそうだそうだ、みゆきさん誕生日、LINE しよう、これ終わったら。ヘアカラー今はいつも、最近はずっと同じ色を重ねてもらっていてベージュ系のカラーを入れてもらってます。草薙さんに髪の毛やってもらってますね。えビュービュー吹いてるよね風、みんな気をつけて。 LINE の着せ替えはマイメロです、初期マイメロです。着付けの美容室はイボーク東京、表参道のイボーク東京で、草薙さんにやってもらっています。顔脱毛もいいですよ、おすすめです。福岡は10月26日スタートですね。10月末から行きます。美容室どのぐらいの頻度で、美容室は3、4週間に1度。少し明るくしてもらうときは根元が気になるのが早いので3週間ぐらいでお願いすることが多いです。ご飯ですよ、メガネ、あ、福岡
パパ毎日はいないと思います。まだ行ける曜日が決まってないんですけど、決まったらまたお知らせしますね。早い方がいいですよね、きっと。なるべく早く決められるように頑張ります。ブリーチはしていないです。カットは最近あんまりしていなくて、毛先を整える程度で、ついてもあんまりないですね。ちょっと重たくしたくて、結構バツッと毛先バツッと切ってもらってます。リップはいつものコスメデコルテの12番、コスデコの12番です。前髪長いですよね。気になるんだよな。伸ばしてるんですけど、鬱陶しい時期なんですよね、今ちょうど。はい。風やばいですよね。そうなのよ。風すごいさあ。ジムは行っていないです。エスカレーターで前髪流してる投稿大好き、ありがとうございます。北海道はまだ特に予定がないですね。でも北海道というか東北地方は結構前からリクエストをちょこちょこいただいているので、来年中とか初めて開催したいなっていう気持ちはあります。よね、北海道とか仙台結構やってくださいってよくリクエストいただく気がします。嬉しいです。福岡行きます、待ってます。福岡来てください。はい。これはパジャマです。パジャマルームウェアブランケット、これはカシウェアです。鼻かゆい。マスク、今日のイベントでつけてたマスクはユニチャームのベージュの定番のマスクです。最近コンビニでももう見るようになりました。今日もね、何回か聞かれました、マスクどこのですか。ヒロアカの推しは相沢先生。相沢先生か。あと私、サーナイトアイも結構めっちゃ泣いたな。いいキャラクターです。スキンケアは毎日全く同じものを使っている。なんて紹介したらいいかな。肌の状態に合わせてコロコロ変えたりもしてるので、でもずっと愛用してるもので言ったらイプサの化粧水とか、あとコスデコのリポソームとか、あと最近良かったのはキールズの美容液、あれがめちゃくちゃ良くてもうすぐ1本使い切りそうでリピートをする予定です。パックはメディヒールが一番好きです。緑か青を一番よく買います。仙台待ってます。
出来だったかな。六本木クラス見てますか。六本木クラスは見てないんですけど、イテウォンクラスは見ました。あの自粛期間中に見ました。一昨年とかですか。面白かった。六本木クラスも見ればよかったんですけど、なんか気づいた時にはもうなんかだいぶ進んじゃってて、もういいやって思っちゃいました。ドラマ私テレビあんまり見なくて、一人でいる時テレビ基本つけないんですよね。なんか人がお家に遊びに来てテレビつけて、あ久しぶりにテレビ見たなっていうぐらいテレビをあんまり見なくて、そうなんです、無音でお家では過ごしてます。基本見ようと思って見るのは好きなんですけど、なんかこう見ないのに流してると、なんかなんだろう、なんて言うんだろうな、 なんか外にいる気分、ざわざわお家って感じじゃなくて外にいる気持ちになるんですよ。なんか分かる方いるかな。これはジェラピケのだ、ね、メンズで買いました。これ可愛いですよ。まだあるか分からないけど、これのメンズだと女の子だとワンピースぐらいの丈感で着られるので、ショートパンツとかと合わせると可愛く着られます。1枚私ルームウェアとかパジャマとかってあんまりこう締め付けがないダボっとしたのが好きなんですよ、リラックスって感じの。だからメンズ結構買うこと多いです。それこそジェラピケはメンズちょうどいいんですよね。なんかゆるっと感、こう脇なんか袖周りもダボっとしてて、首周りも少し女の人だとかなりゆとりがあってとか、袖口もゆとりがあって身幅も身ごろも大きくてすごい好きです。まあみんなやばい、ブランケット昔から使ってるのバレてます。私ブランケットすごい大好きなんですよ。大事に洗って長く使ってます。もう一色あります、いただいたんです。サーナイトアイはやばいよね。サーナイトアイやばいよね。ヒロアカは見た方がいいですよ、見てない人。ねえわかる。ねじるちゃんが好きだった。ねじるちゃん可愛いですよね、わかる。みんな可愛い、みんな可愛いし、みんなかっこいい。ストレートアイロンは あれどこのなんだろう、サロニア、サロニアだと思います多分。カラコン見つからないです。マスカラは上のまつげはヒロインメイクのとカール&ロングマスカラのブラウン、下は D アップのブラックです。まぶたにこう近くなる下は一番にじみにくいもので、下まつげはカールキープ力は特に必要ないのでにじみやすさ重視、あにじみにくさ重視の D アップ、上はカールキープもしたいので本当は D アップぐらい濃くつくのがいいんですけど、Dアップ少し下がりやすいんですよね。なんか液が重い気がして、なのでヒロインメイクがちょうどよくて使ってます。ちょっとだいぶ今も落ちてきちゃった。まつげ最近まつげくもパーマもしてなくて行きたいんですよね。やっぱまつげパーマって楽じゃないですか。パリジェンヌめちゃくちゃ楽ですよ。やっぱね、時短と落ちてこないからストレスがない。夏は特に好きです。キープミスト、フィックスミストはコスメデコルテ使ってます。でもクラランスも良かったです。クラランスの方がミストが若干細かい気がしたんですよね。ただ香りは私コスデコの方が個人的に好きで、どっちにも良さがあるのでまあ好みかなって感じ。ただ持ち運びっていう面で言うとクラランスの方はガラスだったかな、なので
ちょっと怖いかなって感じ。コスデコの方はプラスチックなので、まあ、安心して持てるかなって感じです。どっちも少し容量が多いのはでもちょっと難点かなって思ってます。あれの半分ぐらいの持ち運びサイズが出たらいいなって思います。ポーチにインできるのでお家用に使ってます。あの保湿ミストとして。カラコン出さないね。カラコン作りたいですね。また大人女子向けのカラコン作りましょうか。上手に作れるかな。ボディクリームはハーリップトゥーのクリーム塗ってます。匂いが好きです。ヌードパールの匂い。お部屋のフレグランスもヌードパールにしました。寝室のフレグランス。ヒロアカ絶対見た方がいいですよ。14期公演で着てらしたお洋服、衣装のことかな。私服？14期公演の日メイキングとかの私服かな。ボーダーのトップスだったらザラのものです。違ったらごめんなさい。で上に着てたパーカーは GU です。嘘、ユニクロです。違ったらごめんなさい。違ったら言ってください。フェイスラインのマッサージは擦れるのが嫌なのでもうやってないです。首を朝起きてます。あのストレッチするぐらいで、あとはこの耳裏のツボを押したりとかはするんですけど、もうこういうマッサージはもう一切やめました。もうやっぱ擦れるのは良くないって石井美穂さんが言ってました。私の石井美穂さん信者。なんか髪が決まらなくてずっと触っちゃってごめんなさい。決まるとかないか、こんな時間だし。はーい、銀座で見ました。すごいよく言われるんですよ。怖いぐらい銀座で見ました。まこちゃん今日銀座で見かけました。今日銀座のスタバにいましたよね。まこちゃん今日松屋銀座で見ました。みんな銀座で私を見つけて恥ずかしい。いや嬉しいんですけど、もしよければその時に声をかけていただきたいなって。こう気づかずに誰かにこう発見されているっていう状態ってすごい恥ずかしいんですよ。後から知ると何してたかなとかどんな顔してたかなとかなんかそわそわしちゃうので、まあもちろん電車とかだとまた違うとは思うんですけど、街歩いてるとか買い物してるとかであれば全然声かけていただいて大丈夫なので、ぜひ声かけてください。恥ずかしいんです。はい、あ、スパイファミリー2期やばい、もうすぐじゃない？10月、はあ、主題歌最高でした。もうアニメ最高。恋愛に自分軸左右されますか？昔だったらされてたと思うんですけど、もうないですね。やっぱり相手もそういうタイプだったら成り立つかもしれないけど、相手がそうじゃなかったらうまくいくのもうまくいかなくなるので悪循環だなって思います。なのでなんか、まあ、恋愛が全てじゃないから、いろんなところに集中しながら恋愛を置く、恋愛にもまあ分散させて集中力をね
できるようになるか、同じ価値観、同じこの数字、同じ体力のこの分配の使い、なんか分配の仕方、時間とかの人を見つけるかがいいのかなって思います。コステコのミストいいですよね。お出かけの準備は1時間、お出かけするってなったら2時間前には起きてたいですね。うん、2時間前には起きたいかな。準備自体は1時間ちょっとぐらいですかね。坂口健太郎さんの好きな作品知りたい。私が坂口健太郎さん好きなの知ってるんですか？そう、私ずっと昔から坂口健太郎さんが大好きで、そう、ただのファンです。ただのファンです。好きな作品難しい。でも私はヒロイン失格で、ああもう好きってなったんですよ。あのキャラといい、なんかビジュアルといい、すごい大ヒットだったんですよ、私の中で。なのでやっぱきっかけになったヒロイン失格がいいかな。今でも見ます、 DVD 持ってます。ガチかっこいいですよね。今はビューラーで朝でも上げたのでだいぶ下がってますよ。でももう一度も上げ直してないです。ねえ、まつげパーマいいですよね。美容医療はフォトフェイシャルと1年に1回もしくは2回配布かな。でもあと脱毛、あとあでもでも配布に関しては賛否両論。やっぱ美容医療はやっぱりリスクが伴うものなので、効果がある分なので、憧れの例えば好きな、自分がこうなんだろう、フォローしてるあの人とか、自分が憧れてるあの人とかがやってるからやろうとかじゃなくて、自分の顔に合わせてとか効果をしっかり調べた上で、配布にもこう種類があるので、そう、どこにアプローチしてどういう部分に効くのかとかで、どれぐらいの効果が出てどれぐらいでこうなんだその効果が減るものなのかとか、そういうのを、まあ、個人差があるけど傾向とかを調べてからやるのがいいのかなって。やっぱ安いものじゃないので、ある程度下調べした上で理解してやった方が効果も自分でよく理解できると思います。顔タイプ診断受けましたよ。顔タイプ診断は私はキュートだったと思います。キュートフェミニンとかだったと思います。ごめんなさい、目がかゆい。キュート、丸いパーツが多いんですって。確かに丸顔だし、目もまん丸だし、鼻も丸いし、口も丸い、全部丸い。いいなって思います。縦にこうシュッとした顎のあるフェイスラインの人とか、切れ長の目の人とか、鼻筋がスッて通った人とか憧れます。キリがないのでやめましたが、ボトックスで前しました。もう何のあれもないですけど、またやりたいんです、ボトックスは。このね、食いしばりがねあるんですよ、このここのコリが気になるので、ちょっと相談してみようかなって思ってます。あとはここ、肩、ヌードパール愛用してます。小島さんとのお写真可愛かった。やったやった。ファンデーションと下地はシュー上村の桜、ファンデーションはシュー上村のリキッドファンデーションです。
前髪重めやってみたいなって思わないですね。私は似合わないです。今は自まつげです。お、オフィスで使えるモノトーンのカーディガン作りました。まだ今日のイベントで先行予約になったんですけど、またご紹介しますね。すごいベーシックです。なんか思うんですけど、私普段会社にいることも多いんですけど、社内って寒いじゃないですか。で、薄手のカーディガンってこうやっぱ持ち運びしやすいし使えるんだけど、なんか足りないあの厚みが足りない、もう少し分厚くないと、いやまだ寒いよってよく思うんですよ。なのである程度こう厚みがある、でもこう綺麗めに着られるショート丈のカーディガンを作りました。銀座によく行くのに、銀座に会社があるんです。すいません、声かけてください。ぜひ電車はねちょっとあの恥ずかしいので電車はやめてほしいんですけど、声かけてください。声のかけ方はでも大事ですよね。あのこういう怖いコメントやめてください。見かけたら声かけるわ、この絵文字なしみたいな、こういう怖いコメントやめてくださいね。あの TPO と気遣いっていうのは大事ですからね。もう見知らぬ人ですから、あくまで皆さんね優しいんですよ。大概こうまこちゃん銀座で見かけましたみたいな、スタバでお茶してるところを見ましたみたいな、なんかあのプライベートだと思ったのでお声掛けしなかったんですけど、あの本当にあの見られてよかったですみたいな、また機会があったら今度は話しかけたいなって思ってますみたいな DM をくださるんです。優しい、ありがとうございますって嬉しいなって思うんですけど、たまになんかすごい、何その言い方みたいな人もやっぱいらっしゃるんですよね。なんか藤間子どこどこで今日見たバラみたいな、友達みたいな友達の距離感って思ったりねするんですよ。そういう人はもしかしたら私もあんまり他人行儀のこう態度を取るかもしれないですけどね。大概の人はすごく優しくてあの気を使ってくださって感謝してるんです。いつも本当に嬉しいなって、ありがたいなって思ってます。あ、コートはサイドベルトのウールのコート、ポップアップ分も今回完売してるんですけど、通常販売がまだあるのでまたお知らせします。もうコートが着られる時期ぐらい、11月頃を予定しています。あ、ひろみつくん、そうです。うん、私脱毛家庭おうち脱毛にも切り替えました。ある程度終わったのでサロン行くこう時間を取るのがなかなか億劫になってきて、これぐらいならホームケアでいけるのではと思い、気になったらお家でやっています。コメントが追いつかない。眉毛は眉毛はあの指原さんのリリーミューのグレージュトーンのシェーディングの濃い色で描いてます。メディアのファンではだいぶ前ですね。使ってたのもう使ってないですね。あの頃は愛用してました。風すごい。なんかお家にいるのになんか風を感じられそうなぐらい風がすごい。
皆さん気をつけてください。うん？春ヒロインの服着ている人見かけたらまこちゃん話しかけますか？話しかけないです。そんなことできないです。私を知らずにこう購入してくださる方もたくさんいらっしゃるので、そんなことできません。びっくりされちゃいます。誰やねんって思われちゃう。嬉しいなと思いながらいつもで会社で共有してます。今日どこどこでコート着てる方見ました。あー、しおちゃんとコラボ動画撮りたいな。撮りたい。ポップアップはやっぱりアウターとジャンスカが人気でした。ご褒美アクセサリー買うなら、そうだな、ご褒美度合いによるんですけど、あのバンクリーフのアルハンブラのペンダントを購入したんですけど、なんかピアスの一番小さいサイズ、オニキスの気になってて、でも大きなお買い物なのでアルハンブラも今年買ったので、まあ去年だ、あれ去年だ、去年だ。でもなんか私の中で記憶にまだ新しくて、そんなにペンダント自体もこうなんだ、やっぱ夏は汗とか日焼け止めが気になってつける機会がすごく少なかったし、まだこういっぱい使ってもないから、もう少し時間を置こうかなと思って、それは少し収めてるんですけど、アガットっていうジュエリーブランドがすごく好きなので、アガットのピアスとかリングとか気になるなって思ってます。ボーダーの洋服かわいいです。これはパジャマです。ジラピケ、コスメ系プロデュースもしてほしいけど忙しいですよね。いや、やろうと思えばきっとできなくはないんですけど、私ここだけの話、これ一回もどこでも言ったことないんですけど、一回作って諦めてるんですよ。これはすごい時間がかかるなと思って、いつ出来上がるんだろうっていうぐらい、結構理想のものを作るのに結構果てしないなんか道だなと思ってしまって、そうなんですよね。だからもう一回やるってなると再チャレンジなのでね、しっかりやってみたいですけどね。コスメな、化粧品って面白いですよね。スキンケアとかもそうなんですけど、なんか一回勉強して資格取ってみたんですけど、結構知らないことが多くてすごい面白いなと思って、なんか一回こう勉強すると、今自分が使っているものって何が入ってるんだろうとか、何でできてるんだろうとか、なんでこんなにこれってこう保存期間が長いんだろうとか、保存できる期間が長いんだろうとか、なんかいろんなことが気になっちゃって、なんで
この色になってるんだろうとか、白じゃないの、透明じゃないものとかもあるじゃないですか。いろんなことが気になって果てしないなって思いましたただの感想でもなんか奥深くてね、もっと知りたくなりました。春ヒロインはメンズないです。前はありましたが今はメンズないです。なんで一番小さいサイズなんですか、ヴィンテージと迷いましたか。なんかピアスだと私多分ピアスがなんかこれもう少しこうこれぐらい大きいと多分私顔が負けるんですよ。そう、顔が負けるので小さいサイズの方がいいのかなってなんとなく自分の中で自己分析しました。ヒアルロン酸、ヒアルロン酸はしたことないです。DM 見てますよ、 DM 見てます、ありがとうございます。落ちた。女の子だけの空間で楽しくてお洋服も見やすかったです。ありがとうございます。あ、取得したい資格。気になるのは私お料理がすごく好きで趣味なんですけど、お料理系のなんか栄養系とか、あとはなんか色物のコーディネーターの資格とかも気になりますね。でもまずはお料理気になるかな。ご飯系、もっともっと上達したらいつかお料理本とか出してみたいなって、ちっちゃな野望どこにも言ったことないんですけど、ちっちゃな野望です。料理本、なんか私自身、アプリとか検索するのも好きなんですけど、料理本結構好きで、なんかクックパッドのあの料理本いつも出てるじゃないですか、新しいやつ、ああいうのとか結構好きなんですよね。やっぱなんかこう本でこう紙で残ってると自分の定番の味になるじゃないですか、いつも。なんかやっぱ検索すると前に調べたのがもうどっか行っちゃってたりとか、あれどこ何のサイトで調べたんだっけなって、美味しかったのになとかってなるのが嫌なので、本っていいなってよく思うんです。毎日自炊はなかなかできないんですけど、作って食べるってなった時に時間的にいければ作るようにしてます。和洋中は圧倒的に和ですね。和食が好きです。で、作るのも和食が得意です。洋食が苦手なんですよ私。パスタがあんまりね上手に作れないんですよ、いつもなんか違うみたいな和食が好きです。あ、嬉しい、気分ルンルンで過ごせてます。お体大事にしてください。お財布は今はマルニの2つ折りのお財布か、サンローランの名刺入れをちっちゃいバッグの時はそれをお財布にしちゃう時も多いです。アイス私あんま食べないんですよね。アイスとかお菓子とか大好きだったんですけど、なんか年々ねこう自分で買うことがなくなって、友達がこうお家来るとき買ってきてくれたりとかして常備はしてあるんですけど、
自分から買ったりとかってあんまりなくなりましたね。お菓子は食べるけど、アイスをあんまり食べなくなりましたね。ダイエットが続きません。ダイエットね、無理せず食べながらダイエットしましょう。ストレスが一番良くないので。あ、ジャンスカいつ発売ですか。1年越しに待ってたので、お金も時間も完璧に用意してスタンバイしてたくてありがとうございます。ジャンスカはですね、はジャンスカはね、告知しますね。今月末発売なんですよ。ジャンスカとツイードのミニボストンだけ先行販売になって1日早くなるんですね。そうなんです。なのでちょっと確認して最終決定してたらそれを言いますね。もしあれだったら DM ください。そこに送るようにするので。風やばい、窓大丈夫かな。皆さん気をつけて。肩にボタンがついてるワンピースの再販は今のところ予定してないです。すみません。何をモチベーションに頑張れてますか。モチベーションというか、自分がこうブランドのディレクターとして立つ上で誰かの協力がないとやっていけないわけじゃないですか。一人ではできないから。でこのブランドを良くするためにって動いてくれている人がいる時点で、ディレクションをしているこう中心にいるべき私が一番頑張らないといけないんですよ、状況的に確実に。なのでモチベーションとかって言ってる場合じゃないんですよね、正直。そうなんです。頑張らざるを得ない理由があるから頑張るしかないんです。モチベーションがないから頑張れないは言い訳にならないんですよね。なので頑張るのです。あ、友達に勧めてきました。ありがとうございます。嬉しいな。お菓子そんなに自分で買わなくなった理由何なんですかね。なんかお菓子よりも白米とかご飯が好きなんですよね、最近は。もうなのでご飯を美味しく食べるためにご飯の前にアイスを食べるとかは絶対にしたくない。でご飯でお腹いっぱいにしたいから、ご飯の後にアイスを入れる胃袋の余裕がないんですよ、ご飯いっぱい食べるからなのでアイスに魅力を感じなくなってきただけなんだと思います。そう、すきっ腹で食べたらそりゃ美味しいです。ただなんかこうご飯のためにちょっと発さなくなったんだと思います。カラコン難民になったまこちゃん、ゆうこさんのカラコンナチュラルでいく嬉しい。みんながねそうやって私にカラコンを紹介してくださるんです。ゆうこさんのカラコンね使ってたんですよ、実は。なんとなく少しだけ大きい気がして、私には目が小さいからかも。そう、それでねずっと使ってたやつに戻したんですよね。でも私的にはピーチブラウンがお気に入りでした。
嬉しい、ハリヒルでコート買いました、だってありがとうございます。あ、ケアをしたらモコモコにならず綺麗なまま保管できました、今年もいっぱい着ます、ありがとうございます。そう、お手入れ次第でね、こう長く長くコートは着られるので、ぜひ今年もいっぱい着てください、ありがとうございます。睡眠時間はたっぷりあります。ジャンスカミニタケだと私はブラックは絶対買いたいな、でグレーも今年トレンドなのでグレーもあった、でもグレーのタートルをどこかで入手したいなと思ってるので、そうなるとブラックかな、でもベージュの色の出方もめちゃくちゃ可愛いのでいて、ベージュもおすすめです。ボルドーはクリスマスに全女子着てほしい。ブリオン使いやすいですか、迷ってます。使い、何をもってして使いやすいかにもよるんですけど、上がガバって結構開くので出し入れはしやすい、ただのこの金具がもしかしたら人によっては面倒に感じる人もいるのかなって思います。でもまあ可愛さとかこの上品さとかもう形のこうなんだろう、なんて言うんだろう、この完成された感じはもう唯一無二なので、それを思うとどうでもいいやって思っちゃいます。私は全然金具も気にならないしサイズ感も気にならないし、目がよいしょ、なんか目がシャバシャバする。今度東京行きます。おすすめの居酒屋、居酒屋って私チェーン店しか行かないんですよね、あんまり。鳥貴族鳥貴族大好きで、結構いろんな各地の鳥貴族よく行くんですけど、でも鳥貴族って東京だけじゃなくてありますよね、きっと全国チェーンですよね。ごめんなさい、わかんないです。嬉しい、聞いてて私が嬉しくなりました、ありがとうございます。ありがとうございます。お子さん小さいんだ、可愛いだろうな。髪色はベージュ系で染めてもらっています。ファンコートジャンスカブラウス買いました、ありがとうございます、嬉しい。28でミニ丈はきついですかね、気にならないですよ。街歩いてる人が自分のこと28歳だって気づかないし知らないので大丈夫です。それってもう自分の問題なので大丈夫です、気にしないで、気にしたら終わりです。あー、やっぱ鳥貴族は全国だって、ダメやん。自宅でお酒は飲みません、お酒は飲みません、あんまり好きじゃないんです。
皆さん夜更かしですね。明日は平日なのでお仕事ですか？お酒飲まない仲間がいました。149センチでも着られる服ありますよ。ミニ丈あるのでぜひ見てみてください。365日お休みです。本当？365日の私は明日は、一昨日撮影したデータが上がってくるので、それを処理してデータを送り返すので、スタジオにそれを終わらせて、必ずそれが私の任務、必ず終わらせないといけない。商品コメントも考えないといけないね明日。おやるぞ。これ関東ってか東京明日大丈夫なのかな。なんか雨は降ってなくて風がすごくて、都内これ雨降り出すんですかね、こっから朝方。皆さん電車大丈夫かね明日。無理しないで。ポップアップ行きます。私も行きます。試着したら大きかったお洋服お直しが難しそうな場合、まこちゃんなら諦める？諦めるかな。やっぱり自分のサイズに合わないと、自分のサイズに合うっていうのがお洋服の良さと、自分の良さをこうやっぱ最大限に活かせるので、私なんかで服を買う時の結構なんかもう最重要項目はサイズ感が合うことかな。ネイル可愛いですか？嬉しい。これは今回はグレージュネイル、シンプルです。こういうストーンをつけてもらって、先端とか根元にこんな感じ。低気圧しんどいですよね。私も今日一日ロキソニンを飲みました、昨日から。嫌ですね台風、本当に困っちゃいます。あ、嬉しい。スタッフさんもまこちゃんも優しくて、春ヒロインが大好きになりましたなんて、ありがとうございます。もう本当に皆さん優しくて、もう大好きな人たちなんです。ヒップ500でもミニ丈入りますか？いや、ジーニーかなんちゃって。なんだ、ありがとうございます。ネイルは長さ出ししていないです。オール自分の爪で少しいつも長めに残してもらってます。
あ、嬉しい、お花のプレゼントありがとうございます、玄関に飾りましただって、ありがとうございます、嬉しい。皆さんがこうやってお花をね笑顔で受け取る姿を見て本当に幸せになりました。今日香水使ってないですよ。今日会場がお花とあとコーヒー豆のいい匂いで、すっごいいい匂いだったんですよね。もうオールナチュラル、オールオーガニックで、すっごいいい香りでした。もうその香りを崩したくなくて、今日はもちろんフレグランスはなしでやりました。サテンロングスカートは夏用ですか？サテンロングスカートはオールシーズンいけるのではないでしょうか。私は着ちゃいます。体重管理方法はないです。体重わかんないんです。しばらくもう測ってなくて、自分の体重わからなくて、なので体感とかあんまりこうダボダボしたお洋服って着ること少ないので、いつも着るスカートのフィット感とかトップスのこの腕周りのなんだろう感覚とか首周りのこのもたつきとかで判断しています。あとは写真写り、写真写り、写真をやっぱ撮られる機会が多いので、それで結構浮き彫りになります。写真撮ってもらうの結構いいかもしれないですね。カフェラテをめちゃくちゃ美味しかったですよ。プロのダンサーになる手はありません。ないです。わあ嬉しい。ドットスカートいつも褒められます。ありがとうございます。認知って私あんまり得意じゃないですよね。認知でなんか思ったんですけど。昔は握手会とかがあったじゃないですか。しかも定期的に結構な頻度で、なのでこう頻度が高いからこそ覚えやすかったんですけど、あでもコメント欄とかよくコメントしてくださる方とかはアイコンで割と覚えてたりするので、アイコン言ってもらえればよくコメントしていただく方だと結構わかります。あのアイコンの方のピンクのあのお花のとか、それであーそうですそうですそうですみたいな、やっと会えましたとかは結構あります。なのでアイコンとかで教えてもらえるともしかしたらいいかもです。二重幅もっと欲しいんですが、いい方法教えてほしいです。いい方法なんだろう、テープとか道具で広げるか、物理的にもう整形とかするしかないんじゃないですかね。リップはコスメデコルテの12番を使っています。アイコン変えないでおこう。明日銀座行きます。おすすめ教えてください。おすすめ、何のおすすめだろう。食べ物かな。ラーメン美味しいところ多いですよ銀座。ラーメンぜひ食べてください。つけ麺とか。デコです。淡々とした喋り方がビジネスって感じ。本当ですか？素です。割と
やばいやばいってやるかもしれないです。下まつげはっきりしてて羨ましい。下まつげね、マスカラ塗ってるからはっきりしてるんです。D アップのブラック使ってます。マスカラしないともう普通に薄いですよ。 D アップが結構濃いのでしっかり塗ると、東銀座の8号、私まだ行ったことないんですよ。大行列です、毎日のように。もう必ず今年中に行くのが夢です。これね、ピアスどこのなんだろう、これ分からなくて、エテかな、違うかな、エテかジューシーロックだと思うんですよね。すいません、分からなくて。あ、麦とオリーブもおすすめされました、お友達に。この間会社でも話題になってた。行ってみようかな。矯正してますか？矯正はしました、してました。ありがとうございます。初めてお会いできて本当に嬉しかったです。こちらこそです。ありがとうございます。楽しかったな今日、あっという間で。矯正は裏側矯正をしました。何時までしますか？何時までしましょうね。皆さんもう寝ますよね。ポリポリ。こんばんは。こんばんは。楽しかったですよ、公演。という間でした。美容室は3週間から4週間に一度行っています。勉強しなきゃだけど眠いです。じゃあお水で一度顔を洗いましょう。わーしゃ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 。お姉さんはバリですね。お姉さん帰ってきましたよ今日。東京着いたみたいです。嬉しい。明日の8時までやってほしい。そんな人いますか？電池切れちゃうな。明日の8時ってだったあと9時間ぐらい。
つ毛パーマ今してないです。でもしたいなと思ってます、そろそろ。皆さん何してるんですか今。空腹と戦ってますって人がいますよ。確かにいい時間ですもんね。お部屋の片付けしながら見てます。そう、風結構強いですよ。チーズケーキ焼いてました。だっていいな、食べたい。いいですね、お部屋がいい匂いになるやつだ。香水は最近は使ってないです。ハイライトは使ってないです。今日はメル前です。うん、あーかわいい。ハゲナッツ食べてお布団に来ました。お疲れ様です。ハーゲンダッツ食べてる方がもう一人。どん底を経験したことありますか。うーん、どうだろうな。なんかどれがどん底かって人生終わった時、終わる瞬間にしか分かんないのかなって思うので、あんまどん底だなって思わないようにはしてるんですけど、まあ辛いことはありますよね。もう何にも手につかなくてとか、もう全部やめてしまおうって時はやっぱありますよね、人間誰しも。そりゃそうです。こんな世の中、こんな世の中って言ったらあれですけど、もう生き物がこう人生何十年で生きる上で、環境、育った環境も違う人と関係を築いて、よくわからない、なんかいろいろお金かかるし怪我するし、病気するし、お腹すくし、眠いし、仕事しなきゃだしとか、いろいろあります。そりゃでもまあいつか終わるので、なるべく楽しいように生きましょうって思ってます。落ち込んだ時どうしてますか。落ち込んだ時は、落ち込んだ時どうしてるかな。人に話す、なんか難しいですね。確かに落ち込んだ時ってどうしてるんだ。私はでも割とこう寝たり、人に話したいなって思う内容だったら人に話したりとか、美味しいご飯食べて元気になれる時は美味しいご飯食べるし、まちまちですね。あまり抱え込みすぎず頑張りましょう泣いてもいいんだよ。だってありがとうございます。でも全然泣く気分じゃないです優しいですね、ありがとうございます。誰に相談することが、私お友達かが多いですかね。
いい気分転換ありますか？やっぱいい気分、私思うんですけど、体を動かすって人間すごく大事なのかなと思います。特にこう集中できるような体を動かすもの、例えばそれこそゴルフとか、この球を打つのにこう集中するじゃないですか。でその時間が長いんですよ、こう何度も何度も打つから。あんまりこう他のことを考える時間がないじゃないですか。そういうスポーツをしたりとか、私あんまりウォーキングとかって歩いてることを、歩くことに集中することってあんまりなくて、歩くってこうながらでできちゃうから、頭の中はこう悩み事でやっぱぐるぐる回っちゃうから、どっちかっていうとこう何かに集中できる、悩み事も考える余地がないような集中できるスポーツおすすめです。が、一人にならないこと、友達と会ったりとか家族と会ったりとかかな。ゴルフやります。ゴルフハマってます。ゴルフ楽しいですよ。難しいけどすごい楽しいです。いい運動になります。あ、ももだ。もも。ももたーん。おかえり。私の姉がバリの一人旅から帰ってきました、今日。飛行機飛んでよかったね。飛行機心配してたけど飛行機飛んでよかった。今日帰ってきたみたいです。おかえり。あさって会います。嬉しい。ピアス開いてますよ。ピアス開いてます。2個、もう1個開けたいんですよ。こう耳たぶにプチって。あ、みんなももさんって言ってるよ。ただぴただぴって何？そう、ディズニー行きます。飛行機余裕だった。一日ずれしたら怪しかったんじゃないか。時間によるだろうけど、よかったね、帰れて。鼻かゆい。花粉飛んでません？最近私思うんですけど、花粉飛んでる気がするんだよな。くしゃみ出るし、鼻がかゆいしな、目もかゆい。ほらね、一日ずれてたら終わってたよね。よかったね。恋バナは NG ですか？恋バナは NG じゃないですけど、話すことないです。面白いことないです。みんながこう楽しいような話ないですよ。なので残念です。すいません。面白話あったら言いますね。なんか目がぼやぼやしてる。ほら、花粉飛んでる人いますよね。ね。
テレビ出演予定ないな。ないですね。ネイル長さ出ししてないです。カラコン見つからないです。諦めました。うん。風の音がうるさくて眠れそうにないです。そうです。そういう人が多分いっぱいいますね。今日すごいビュンビュン言ってる。雨降ってくるんだろうなこれから。やだね。ご飯は納豆ご飯を今日は食べました。お家帰ってお昼は冷麺食べました。昨日の夜も冷麺でした。そういえばでも冷麺大好きで、結構1日1回冷麺で全然いいぐらい冷麺大好きです。あ、ゴルフウェア出してもらえたら嬉しいね。えゴルフウェア出してくださいってたまにねコメントいただくんですけど、どうなんだ、需要あるのかなと思って。ゴルフどうなんだろうな。私メンズのゴルフウェアが結構好きで、メンズゴルフウェア作るんだったらメンズも作りたいんですよね。リースも もちろん可愛いんですけど、メンズも可愛いんですよね。寝てください皆さん、寝てね。じゃあ12時までやろう。24時まで。目がしばしばしてたらごめんなさい。あー、おーすごいな、風がすごい。日焼けだいぶ良くなりましたね。あ、なんか首は大丈夫になりましたね、だいぶ。でもね、ファンデーションね、いつものファンデーション塗るとやっぱ白くなるんですよね。首が焼けたからここの色の差が出ちゃって、少しファンデーショントーン落とそうかなって思ってます。ここは相変わらずひどいですけど今日もポップアップで、まこちゃん腕大丈夫ですかって言われて、そうなんですよ、日焼けしちゃいましたって話をね何回かしましたね。えこれもう治んないですね。私このまま多分黒くなるんですよ、こう皮とかむけず。だからもうこの腕とともに今年は過ごします。でももうすぐ長袖の時期になるからね、そしたらだいぶ隠れるかな。前髪上げたい。そうそう、雨はねまだ降ってないです。風が強い。あ、嬉しい。 YouTube やらないとですよね。私 YouTube 今日もね何度か言われました。まこちゃん YouTube いつ更新ですかってあ、 YouTube 見てくれてるんですかって言ったら、見てますよって、更新楽しみにしてますってね何人か言ってくださったんですよ。 YouTube やんなきゃんと思ってね。え、
腕って笑われて、腕やばいですよね。まこちゃんが最近通勤で使ってるって言ってたバッグ、ツーウェイバッグですかね。財布の他にポーチも余裕で入る感じですか。迷っててできれば。全然入ります。あのバッグは結構入ります。こういう結構顔ぐらいの大きいこういうテキストとかも入るし、筆箱も入るし、お財布、ポーチ、ハンカチ、充電器、スマホ、大概入りますよ。おすすめです。あのバッグめちゃくちゃ使えます。ショートにする予定はないですね。嬉しい。ショルダーバッグ使って男の子見かけました。だって嬉しい。ありがとうございます。インナーカラーするとして、インナーカラー考えたことないな。なんだろう、あんまりこうベースとかけ離れた色にはしないと思います。はい、まこちゃん、I like you. I'm from Indonesia. Hi. Thank you. Bye. 爽やかハンバーグ食べたことあります。静岡ですよね。美味しいですよね、あれ。大好きです。また食べに行きたい。東京にないです。東京にないですよね、あれ。ね。前髪長いですよね。ね。すごい、すごいな。爽やかハンバーグ美味しいよな。店員さんがこう割ってくれてジューってやるやつ。7分。何キロですか、もしよければ。よくないですね。体重をあんまり人に聞かないようにしてますね、私は。まあ、そもそも知りたくもないですけど、体重とか聞いたところでどうしようもない気がして、
とは結構プライバシー、プライベートの内容、体重ってねって思うんですよね。ハイトーンは似合わないんですよ。私多分やったことないんですけど、まあ似合わないのが想像つきます。結構この無難なねブラウンが私は多分ねいいんです。好きなフルーツはいっぱいあるな。ブドウ好きですし、マスカットも好きだし、いちごも好き、梨も大好きだし、あとはメロン、スイカ大好き、リンゴも美味しいし、グレープフルーツとかオレンジ、柑橘系も大好きだし、キウイも好き、バナナも好き。フルーツ私結構まんべんなく好きです。美味しいですよね。食べたいなフルーツ。スタバも行きますよ。ヘアミルクはオージュアを使っています。今年のコートはセルフォードで1着と、春ヒロインのサイドベルトのウールのコートをブラックにしました。首をグイッと後ろに倒した時、鎖骨と首の後ろどちらに痛みありますか。何の話だろう。分かりません。なんだベビータピ飲んだことありますか。ないです。ベビータピってなんだろう。フルーツですか。飲んだことある。だから違うか。飲み物だ。スタバじゃないか。わかんない。メガネはこれフィルターなんですよ。たまにコメントでメガネどこのですかって分かりづらいのかな。これフィルターですよ皆さん。そう、これこれリアルメガネじゃないんです。紛らわしくてすみません。味レース必要なのはするべきだと思います。そうですね。なんかこう私に聞くのは別に私はこう言うからいいけど、同じ質問を周りの友達とか知り合いとか関係性をまだ築いてない人とかにしちゃってないかが心配になります。結構人が離れていくのかなと思います、そういうのって。だからなんかいつもこう私はこう思いますけど、私の周りにはそういうこと言う人いないかなって言っちゃいますね。人と比べて嫉妬したり落ち込んだりしてしまうの SNS 離れをしています。人と比べてしまうことありますか。 SNS 離れはでもいいと思います。やっぱり私もそうですけど、インスタに載せる写真ってこう何十枚撮って一番よく写ってる写真をそりゃ載せるじゃないですか。まあ、何を写したいかにもよるけど、まあ、こう自撮りとかだったら自分の顔が一番綺麗に見える写真を載せるし、みんなではしゃいでる写真だったら一番楽しそうな写真を載せるし、やっぱりこう大勢ある中の一番いいところの切り取りなわけだから、それはやっぱ自分がこうちょっと落ち込んでる時期に SNS 見るとやっぱみんな楽しそうに見えるのは当たり前だから、そういう時はやっぱ見ない方がいいと思います。そう、人は人って思っても落ち込んでるとやっぱ来ちゃうから、それはすごくわかるので、もう心に正直に SNS 一回本当にあんまり見ない方のこのページに、インスタグラムをこうやって名越ししてこうやってページ移動してアンインストールするとね、ログアウトとかめんどくさいから別にやってもいいと思います。本当に自分の身は自分で守って、自分の幸せは自分で作りましょうね。やっぱね、知りすぎると小さな幸せもね見えなくなりますよね。人は真上を向く感じです。やだ、やりたくないです。ここで自分でやってください。あ、ベビタピはタピオカです。だってありがとうございます。タピオカジュースなんだ。あー、タピオカのタピだ。ベビタピオカ。
ビビタピっていうタピオカ屋さんの名前なのかな。東京にありますか？気になる。タピオカは久しく飲んでない。私一時期こことかでしたっけっていうタピオカ屋さんにめちゃくちゃハマって、毎日のように飲んでたらすごい太りました。タピオカって飲み物のくせに太るんだなって学んだんですよね。そっから全然飲んでない。みんながベビタピオ教えてくれてる。ファンデはシュウ上村のリキッドファンデを使っています。間違えた。わあ嬉しい、インスタよりも綺麗でしたって。優しい。ベビータピだって。まつげ美容液色素沈着しないものは、色素沈着って個人差あるんですよ。なので私はこう色素沈着しないけど、誰々は色素沈着するっていう可能性が大いにあるので、自分に合うものを見つけるしかないんだと思うんです。ただこう使う中で、あこの成分入ってると私ってなんか色素沈着しがちな気がするって、傾向だけでもいいので分かってくると成分表を見て避けられるので、なのでこう試してデータとして自分で取っといて、次に生かすと試すのもね、何ですか、無駄にならない気がします。ごめんなさい、なんか髪の毛ボサボサですごい恥ずかしい。あ、12時になりました。皆さん寝る時間です。あ、12時になりました。ゆっくり休んでください、皆さんも。そして台風本当に気をつけてくださいね。なるべく必要のない外出は控えてお家にいてくださいね。はい。優しいですね、皆さん。またライブしますね。あのサブアカね、動かしてください。サブアカをね全然できてないので、サブアカでもライブしましょうね。次はじゃあサブアカでやります。また見てください。おやすみなさい。お、勉強頑張りますので、勉強頑張ってください。ピアス横になってる。はい、バイバーイ。失礼します。